て相手を抜いてシュートを決めるコツみたいなんで、だからシュートとミスの左があるからピボットを使ってっていう話で、ちょっとまだ2人で、練習すんねんけど、こう変に落ちたらないんで行くんやったら、はい、高速やったらこうなる、まあ、ピョースやったらこうなる。